ネギちゃんなの。キャネギちゃんスタイルです。今回はね、はい、はい、今回のパラパラ講習会の解説動画は、今紹介したようやくネギちゃんでお届けします。今回の、楽曲は、2023年の11月の B1 ダイナマイト、はい、5周年はエクスクルーシブ、エクスクルーシブで、曲を作りした楽曲になります。楽曲を紹介します。はい、私が紹介します。はい、お願いします。収録は GRL サンドボリューム9、GRL サンドボリューム9ですよ。はい、9のトラック1に収録されております。ヘルプミーセンディング SOS、 アーティストはケンガーソンでお伝えします。はい、どうですか、講習やったの。やりました、踊らせてもらいました。どうでした。楽しかったです。楽しかったです。はい、ちょっとでも久しぶりな曲調で。そう、はい、私が踊るとき、あ、可愛い曲だったなって。そうだね、ねえちゃんがこういう楽曲を踊るのはないかもしれないね。ちょっと新鮮な感じ、振りも新鮮な感じでした。あ、本当？はい、あ、そう思っていただいたら、はい、じゃあどの辺だったら最後聞くから。わかりました。じゃあ、というわけでこの後の解説、最後までお付き合いください。はい、それではインドの方からいきたいと思います。もう早速ね、まずいきますよ。いきます、せーの、1234567823456789323456784234567824。あーとね、はい、タカタカタカン、トントン、はい、タカタカン、トントン、タカタカン、トントン、前前前、ストップ、これでないね。はい、ちょっとなんか昔の懐かしのなんか聞いたことあるようなちょっとなんで、それに合わせた感じがすごい好きになっていいかなと思います。はい、はい、こんな感じですかね。はい、はい、というわけで以上イントロでございました。はい、それではいきますよ。えい、今日も盛り上がったぜ。はい、というわけでいつもありがとうございます。はい、エメロいきたいと思います。エメロはまたちょっと手拍子で元気よくいく感じですね。はい、じゃあバンドいきましょう。せーの、1234567823456782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 234567823456====װװ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 ².### 手拍子手拍子4回巻くのと手拍子手拍子2回巻いて起こしながら落とすと。という感じですね。これもきっかり30分です。はい、よろしいですか。はい、大丈夫です。はい、というわけで以上、えい、ありがとうございました。それではいきます。あー、ピース、ありがとうございます。何で絶対に合わせないスタイルで。 B メロも同じです。同じで簡単です。はい、同じで簡単なことが同じです。はい、じゃあいきます。せーの、1234567823456782234567823456784234567。はい、同じではなかったね。はい、でも簡単、簡単です。はい、まあね、サビに向けて、はい、こうウォームアップじゃないけどね、基本乗りで勢いをつけて食べに行くという、そんなような感じでございます。はい、というわけで以上 B、 ありがとうございました。あばねえな。はい、じゃあサビです。すいません、ちょっとテンションちょっとビビりなんですけど、すいません。はい、サビ、あの子でいきますよ。せーの、1234567823456782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 234567823
1、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、4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 、2、3、4、5、6
SOS とやってるんで、まあ、そこは歌詞に合わせない、うん、で回して刺して回してで2回目は平日エンディング SOS は横に出して前に振ってで S 大きい S ですね SS ですもうこの状態でさこの状態でさちょっと正面見ると S でございますね SOS ってことなんですよそんなちょっと違うけど思うね僕も言うまあそういう感じですね横出して出して勢いよく SOS ね S 体でやるだからこうじゃないし、はい、うまくやる S、はい、S S O O S はいはい、まあ、なんか楽しいかな、はい、楽しく踊っていただければと思います、はい、よろしいですか、はい、大丈夫ね、はい、以上、スタンでしたはい、というわけで、2023年11月の B1 エクスクルーシブのご紹介、はい、お届けしました、はい、楽曲はですね、GR ユーザーさんのボリューム9の1曲目に収録されております、はい、ヘルプミーセンディング SOS、はい、アーティストは県活動でお届けしました、はい、というわけで、冒頭にも言いましたけど、こう自分にこうですね、刺さったよというかこうあまり下まではこの振りがあるじゃないですか。なかなか自分がこうやるのそうなんかを一番先にやっとるぞみたいななかなかこの振りがそうはい。でもここも好きなんですけど、私もこういう振り面白い振り当たるところが多いんで。あ面白いの S 書いてない。やってあね、結構その視点で大事で、はい、なんか作ってる時とかもこれ全員がこうやったらこう聞いてみた時も面白いんだけど、はい、みんなうわみんながこうベースマンやってるしねうわってなる、はい、その絵とかすごい楽しいなとか思いながらやるなら楽しくやって踊ってるし足はこうじゃないですねちょっとねもうガリマタになっちゃうガリマタでもいいけどね、はいはい楽しく欲しいですよね。はい。はい。まあそのところですかね。はい。はい、じゃあここまでは解説でございましたけれども。はい。あ、解説現在の口は。はい。お願いします。はい。まずスターファイヤーは毎月最終土曜日に開催しております。場所は新宿カセラモンテングレースバイ6階で行っております。18時からの開催です。そしてビーマンジャイのマイタニは。は。は。六本木ニュープラネットで19時から開催しております。そしてユー&ファイヤーは同じく六本木ニュープラネットで第1火曜日の19時から開催しております。ぜひ遊びに来てください。お願いします。お願いします。はい、ユーの報酬は以上となります。はい、はい、続いて YouTube でございます。はい、スターファイヤーの B1 のライト公式 YouTube チャンネル、はい、このチャンネルですね、今ご覧の皆様で、まだ、お気に登録がお済みでないからぜひこれを機会に、お気に登録お願いいたします。そして動画この動画に対してですね、見てよかったなと思う方はぜひお手伝いしてください。はい、あとね周りにまだ登録してないよっていう人がいればね、ぜひねご紹介いただいて、はい、ぜひね広めていっていただきたいなと思います。みんなで広めよう、パラパラのままじゃないですけど、そうですね、はい、ね、小さなことがポツポツとやっていかないといけないかなと思ってますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、最後やっぱみんちゃんの元気がしてもいいな、いいですか。はい、はい、じゃあお願いします。みんなまた見てね、また見てね、また来てね、元気でね。